はい、始まってます。始まってる？はい。皆さんこんばんは。ベトナムは今8時です。今日は YouTube ライブということで、なんかいろいろ、皆さんと、質問やら、いろいろ話していきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。でいいの？オッケーです。あ、ちょっと待ってください。すいません。あ、すいません。いろいろと今、はうってしまいました。慣れてないもんですいません。ということで、YouTube ライブ始めていきたいと思うんですけども、ちょっと先にじゃあ自己紹介から始めていきたいと思います。ということで、YouTube ライブ始めていきたいと思うんですけども、ちょっと待ってくださいね。何やってんの？何？ハム切れよ。ハム。多分近くで YouTube 見ないでください。ハウるんで。はーい。はい。じゃあすいません。自己紹介だけさせていただきます。この前も声だけ出演させてもらったんですけども、します。よろしくお願いします。じゃあもう一人、いますんで。紹介してもらいます。おい、キム、ちょうど名前とか聞こえてなかったで。あ、マジっすか？うあ、YouTube 手伝わせてもらってます。キムと申します。よろしくお願いします。じゃあもう一人、どうぞ。田村です。よろしくお願いします。とりあえずですね、ちょっと、初めてのことでして、結構遅延したりとか、あるかと思うんですけども、まあ、どうか、お許しいただければと思ってます。あ、でも早速、高崎さんよりも前に、僕とタムさんへのメッセージ、菊川さん、ありがとうございます。あ、菊さん、ありはがとい。うございます。いろんな人が見てくださってるということで、で、今日はちょっといろいろ本題とか入る前にですね、ちょっと内輪ネタになっちゃうんですけども、まあ、今日は誕生日前夜祭ということで、まあ、高崎さんのね、誕生日をお祝いしましょうということで、今日たくさんの人集まっていただいてるかなって思ってるんですけども、ですね、とりあえず、この YouTube ライブが開催危機に陥ってたということで、いや、いろいろと大変お騒がせいたしました。危なかったね。本当に危なかったですね。いや、ちょっとさすがに焦りました。ただ多昼分間一から何も関うん。わってない田村が絶対できると思うけどねっていう話をしてたのがすごい俺腹立ったんですけどね、実は。だってお前、田村がさ、だってやろうって言い出したのに、お前何にも企画しなかったじゃん。そんなこなあ。とないですよ。そんなことないですよ。あ、でも皆さんマジでこれは聞いていただきたいんですけども、昨日高崎さんから、まあちょっとYouTube ライブのやろうってことは、もともと言ってたんで、まあ、いつやるかっていうことを打ち合わせしようと。で、あれ夜10時ぐらいでしたっけ？だからそっちの8時。やろうって連絡がつながらなくてですね。お前だってまあ、鬼電したのに何度も一回も出ねえんだよ。え、俺ですか？そうだよ。すいませんでした。いや、もう不覚にもちょっと、どっか行っちゃってましたね。ふざけんな。完すいません。全お前に。がやろうって企画したんじゃなくて。すいません。それに関しては本当に申し訳ないです。っていうところで、もう昨日で、ね、やノろうっリてとなったら勢いさ、で、そう。そう。そう、やろうで、とや思っるかったてなったら、いろいろね、問題がね。アカウント作るの1日かかるって言われてね。そうなんですよ。まあ、事前にやっとけばよかったものの、そこまでできずに、いや、本当にご迷惑をおかけしました。もう今日一日、そわそわしてて。でも、できてよかったね。いや、でもね、だから、できてよかったんですけど、そういう小手調べよりも前に、先に告知動画作ろうぜって言って盛り上がっちゃって。
なあ。そっちが先に出たっていう。うん。まあそんな感じでしたね。田村は首だな。田村は首。いや、高崎さん、でも僕はね、絶対にできると思ってましたよ。いや、思ってるとかじゃなくて、お前がやろうって言ったら、なんでお前何も企画しないと、お前寝てんの。それちょっと内緒でお願いします。すいませんでした。まあ、でも無事開催できてね、よかったよ。本当ですよね。しかもさ、今さ、ホテルにいるのよ。そうなんですよね。これ、もう動画をたくさん見てくださってる方だったら分かるかと思うんですけども。そう、家じゃないもう一つの、なんかロッカーみたい、ロッカー兼ホテルみたいなとこがあって。以前ね、ロッカーって紹介したところですね。そう。なんか金曜にさ、エアコン壊れてさ、家の。で、なんか室外機のさ、プロペラがなんかぶっ飛んでて。室外機のプロペラ？室外機の中になんか回ってんじゃん、ファンみたいなのが。はいはいはい。なんかあれが取れてて。はい。なんかもう、サウナ見たくなって、部屋。もう起きたとき、ここ砂漠だと思うぐらい、喉カッカラで。朝起きたら壊れたんですか？そうそうそう、ない夜中にぶっ壊れたらしくて。はいはいはい。もうびっくりした、朝起きて。ここどこだと思って。あっすらくで。なんか土日はさ、治んないって言われて、なんか業者休みだから。で、月曜治しますって言って、で月曜練習終わった後治ったって聞いたら、いやなんか火曜日には治るそうですって。で今日治ったって聞いたら、いやちょっとまだかかりそうですねとか言って、全然治んねん。なんか続きそうですね。ベトナムでエアコンなかったらもう地獄でしょ。夜とかでも何度ぐらいあるんですか？夜でももう28、30度近くあるんじゃない？夜ないか。28度ぐらい。いや、さすがにそれは寝れないな。うん。朝とかめっちゃ暑いからさ。ですよね。昼は36、7度だし。結構ね、もうすでにコメントの中にもですね、めっちゃ焼けましたね、みたいなコメントがありますね。めっちゃ焼けた。めっちゃ焼けた。しっかりヒゲも剃ってますね。ヒゲも剃ってるよ。ヒゲ剃ったらなんかすごい若いって言われるんだよ。ちょっと嬉しいんだよ。そう、その流れの中で、高崎選手イケメンになってるなんてコメントもあったりします。いやなんでヒゲ生えてるときはブサイクなの？そういうこと。あとですね、ちょっと面白いのは、先ほども出たと、菊川さん、30度あったらタオルは負けないですねってコメントがあるんで、まあ、その話はちょっとまた後でちょっとお話しします。菊川さん、みんな大好きな、あれですか、話。ありがとうございます。すごくいい話してくれました。ありがとうございます。また後でその話はしましょうね。バカだな、本当に。ちなみに、なんか、最近ね、うちはこのクラブハウスとかでは結構いろんな話しちゃってるんですけども、まあ、どういう関係性かと言いますと、僕が言っちゃっていいんですかね、この話は。いいよ。大丈夫です。高崎さんと、もう一人で田村、は、同じ大学出身で、高崎さんが、大学4年生の時に同部屋で生活をしていたんですね。まあ、そういう縁もあって、はい。で、田村と私、キムは同級生で、今、地元が一緒で、今日も一緒にお昼を食べたんですけども、まあ、そんな感じの話の中で、まあ、ちょっと高崎さん一緒に応援しようぜ、みたいなところで、一緒に今やってるってところで、まあ、田村は高崎さんのいろんなことを知ってるんですよね。そうですね。知ってるね。1年間同じ部屋だったもんね。いや、そうですね。多分皆さんの知らないような高崎博之を知ってるのは僕だと思います。でも、だって今現時点で、この114名の方が見てくださってるんですけども。わー、すごいすごい。ありがとうございます。さすがにクラブハウスでもまだここまで多い人たちはちょっと見てくれ、ね、まだクラブハウスも言うて浸透してないですからね。
って中でもうなんか高崎さんがニヤニヤしてる、もう誕生日前だから何でもいいんじゃないですか。さあ行きましょう。さあ行きましょう。行こうよ。じゃあさっきのじゃあちょっとまあハウってるわ。まあいや、じゃあちょっとお願いします。キム、ハウって何って分かんなかったよ。あ、本当ですか。うん。タム？はい。じゃあちょっと、あの、音声チェックしてくるんで、あの、はい、いい感じのタオル話してみてください。あ、いや、タオル。わかりました。おい、いいよ。いいよ、そんな話は、おい。じゃあ、NG 出たんで、やめます？話はいい。ダメですか？やめるよ。その話はいいよ。いや、みんなでもタオルってなんだろうって気になってると思うんですよ。いいよ、お前バカだけど。じゃあやめます。じゃあやめましょう。高崎さんがここまで拒否るのは、あの、珍しいんで、僕はやめておきます。あとはあれですね。あの、まあ、いずれ、あの、結構リクエストにもありましたね。あの、ルーティーンの動画とかね、今後ちょっと撮れたらなみたいな話もしてたので。まあ、もしかしたらその時に答え合わせできるかもしれないってことにしときましょう。じゃあ謎のタオルっていうことで皆さんちょっと頭の片隅に入れといてください。入れなくていいよ。このタオルは高崎博之さんを、お前うるせえな。ごめんなさい。知る上では重要な一つのポイントになりますですね。じゃあまあそうです、大体このくらいにあの前置きはしておきましてですね、あの今日はね、あの高崎さん2時間後誕生日おめでとうございますってコメントもあって、ありがとうございます。はい、まあ、いろんなコメントをやっていきながら、今日話を進めていければと思ってるんですけども、まあ、前回も質問動画があったんですけども、まあ、近況だったりそういう話を聞きながら、まあ、あの皆さんでね、あの楽しい時間を過ごせればなと思ってますので、まあ、そういう感じでやっていこうと思ってます。なので皆さん、あのぜひあのコメントたくさんいただければ ありがたいなというふうに、思ってますのでよろしくお願いします。いやでも本当いろんなところからすごい応援してくださってますね。ありがとうございます。見る限り岐阜、山が、八千代町、ほら八千代町観光大使やってます。どうも。あのたけしさん、旧カフェ行きまくり破産しそうですらしいです。あら、そんなたまりでいいですよ。あ、今日のさあれ、はい、あれなんだっけ、質問、はい、まあ、なんかあったら言って。そうですね、はい、あのコメントであの質問とかあったらあのどん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 、拾っていきたいと思ってますので、あのその間田村君ちょっとこの場を回していただければと思います。いや僕そうですね、高崎さんとじゃあ一つ思い出話ということで、あの大学時代に1年間あの本当に同じ部屋で生活してたんですけれども、高崎さんもう嫌な顔してますよ。いやいや、何の話すんの。いやいや大丈夫です。あの高崎さんって本当にいろんな方にこう応援していただいているというか、まあ、応援されてるなっていうあの感覚、なんていうんですかね、こう感覚ではあるんですけど、本当に高崎さんってなんか本当にこのまんまの人柄なんですよね。なんかサッカー選手になったとしても付き合い方を変えてく変えなかったっていうか、まあ、本当になんか僕はそこに感動しちゃって、で大学時代もすごくお世話になってたので、あの本当になんか僕的にはあの、まあ、優しいお兄ちゃんみたいな感じの人でした。まあそういう一面もありながら、まあ、違う一面もたまに見るんですけど、ちょっと今日はね誕生日前なんで控えておきます。なんで、別に普通だろ。なんで。いや本当ですか。うん、まあでも本当にいい、なんか優しいお兄ちゃんでしたよ高崎さんは。五輪にした姿もありましたしね。いやほぼ大学の時坊主だろ。そうですね、気合い入れる時は
そうですね。気合入れるときは坊主ですもんね。気合入れるときじゃねえよ。普通だろ。普通のときだ。一回山賀でも坊主にしましたよね。あ、一回したね。あれなんで坊主なんですか？いや、なんでだ、なんかね、もう、むしゃくしゃしてたね。なんかもう点入んないし。イライラしてて。頭を丸めて気合入れたら、点入んじゃねえっていう安易な考えで。まあやっぱ駒台魂ですね、そこはじゃあ。でもそこから点取ったんだよね。じゃあベトナムでもやりますか？ベトナムでやったらもう頭皮ずるむけちゃう。そうですね、もうベトナムって話で行くと結構もうすでにねサッカーの話めちゃめちゃあの質問も来てるんで、あの先にあの高崎愛の質問の前に、まあ、一番最初に田村に質問するのもちょっと変な話なんですけど、はいはい、あのエビキラーイさんどのあたりがお兄ちゃんなんですかっていう今の話の中でちょっと質問があります。ああ、どの辺だってもう本当にねなんか面倒見がいい人ですよ本当に。あの飯連れてってくださいって言ったらすぐ連れてってくれるし。そこ？いや本当に、いや違う違う本当、いやあとは、まあ、あのいやいやサッカーでもねあのちょこちょこ悩みの相談をしてたんですけど、なんかあの前向きになれるような言葉をかけてくれるんですよこんな感じの。そうそうそう、だからまあそういう意味では本当になんか僕お兄ちゃんいなかったんで、なんかすごくねお兄ちゃんができた感じがしましたよ。そんな感じでだから甘えられたし。ほう、はい、そんな感じですかね。ええ、わかりました。あの、すいません、ちょっとねテンポ早くいきます。というのもですね、あのめちゃめちゃコメント来てます。うわ、あの特に、これもしかしたら地元とかの方です、あの同級生とかの方ですかね、あのてっちゃんって方がですね、あの、とりあえずなんか八千代ネタをめちゃめちゃぶち込んでくるんですよね。なんか白菜のブーム終わったとか観光大使頑張ってよとか、なんかめちゃめちゃコメントしてくれてます。白菜のブームは終わんねえだろ。後輩だぞ、面倒見がいい、それわかるって田村にも共感してくれてます。あ、てなところでわかりましたよ、わかりました。てつやですね。なんならわかるくせに知らないふりすんなよっていうコメントが。てつやだ、てつや。同級生の弟だよ、たぶん。僕と同級生で、はいはい、てっちゃんさんは、高崎さんの高校の後輩にも当たる方ですね。え？なるほど。え、絶対そうですよ。あ、その通りというコメントですね。はい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 、はい、高崎さん分かんないですか？俺の高校の後輩？え、なんで分かんないですか？哲也ですよ。すいませんね、みんな茨城のものなんでこんな話になってるんですけども。しげしげ。ああ、しげか。最低ですね。あいつ哲也って名前だったんだ。そうです。もうじゃあ次行きましょうか。じゃあどんどん質問いきます。ですね、はいはい、ベトナムのサッカーの質問、やっぱりこういうリアルタイムだとねいい質問たくさん来ますね。いきなりちょっとあれですけども、あの監督変わったじゃないですか。下田さんですかね。下田さんだった、うん、はい。春中さん、下田さんの監督ぶりいかがですか、仲良くやってますかという質問です。そうですね、前なんかね今までさ戦術練習がさほぼなかったから、うんうん、そう下田さん来てなんか戦術練習して、なんかまだね今まだ浸透しきれてないから、それが浸透してくればまあなんか強いチームになると思う。なるほど。あ、で今もう変わっていくって感じですね。うん、しかももう、うん、中断明け19日がさ大会だから、うんうん、なんかちょうどそのベトナムリーグ再開しましたかって質問もあって、なんか見たらあれですか、ちょうど第4節が最後がお休みだったって感じですか。いや、4節から中断だった。ああ、はいはいはい。次4節。で、
そうで22月の26ぐらいに再開だったんだけどコロナで延期になって、はい、で再開が3月19か、うん、でそこから3日おき4日おきでずっと連戦かな。はいはいはい、うん、だから3月4月は多分連戦続きだと思う。あ、かなりハードですね。そうで外人枠がさ3枠しかないから、うんうんうん、で日本人3人にブラジル人1人いるから、まあ、誰かがお休みだから、まあ、あの連戦だからみんなでね総力戦で頑張っていけたらいいなというのを思いますですね。じゃあ次質問いきます。まあ、連戦ってなるとやっぱりちょっと怪我もね心配になってくるかなっていうところもあったりして、でましてやこのテトの休み期間も結構追い込んでらっしゃったなっていう印象なんですけども、あのヒロさん足踏まれたり手を骨折したり怪我が絶えない印象ですが、今は怪我してないですかっていう心配の質問です。まあ痛いとこはあるけど、まあなんとかね我慢できるし、まあ怪我してても休まないのが僕の売りなんで、まあ、そこは頑張ってねやりたい。やっぱ痛いっていうのはこのちょっと疲労蓄積してみたいなところだったり古傷とかってことですか？まあでもあと打撲とかやっぱり多いから、打撲、まあ軽く捻挫したりもあるし。なるほどなるほど、うん、そうですね。意外に筋肉系のトラブルがさ、はいはい、少ないからありがたいよ。うんうんうん、結構面白い質問、僕もちょっとこれ聞いてみたかったんですけど、ユニフォームのパンツを内側に巻くのは何でですかっていう。あれね、暑いんだよね。暑いからさ、もう多分ね、俺とかさ、松井さんもめくってるかな。めくってますね、写真見る限り、うん、あとさ、なんかさ、パンツ焼けするじゃん、太ももの半分でさ、日焼けするとさ、はい、なんか嫌じゃん。うんうんうん。でも一番はね、あの、ペタペタくっつくの、太ももに。はい。そういうことですね。そうそう。でも、あれですよね、ベトナムのユニフォームって、うん、なんかパンツ長くないですか？パンツでかい。そうですよね。うん。だから、なんかそこら辺も日本のユニフォームの作りとはちょっと違うというか、そのサイズ感ですよね。うん、なんかメーカーもね、なんかメーカーがないからさ、なんていうメーカー名さえ分かんない、書いてないから。オリジナルですね。うん、なるほど。で上ピチピチなの、上ピチピチだけどなんか XXL って書いてある。で下ダボダボになるなのに L って書いてあるから確かにサイズ感ちょっと迷いますね。すごいなと思って。いやー、なるほど。でもこれすげえな。どん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 これ、あの、質問がわーってきて、ちょっと飛ばしてるもあってすごい申し訳ないんですけども、どんどんいきますね。そちらの治安どうですか？ベトナムの質問も、まあちょっと混ぜていきますもん。治安いいよ。じゃあいいんですか？うん。まあ、街も綺麗なとこと、まあ、ローカルのところあるけど、うんうん、全然めちゃめちゃ住みやすいよ。ああ、住みやすいって話はずっとされてますよね。住みやすいし、あと便利だね。なんでも、あの、グラブとか、グラブってさ、なんでも持ってきてくれるから。うん。その、日本のウーバーみたいなもんだっていうにしても、グラブ、この前ね、動画でも出てましたけど、結構、うん、街のあちらこちらにあるのを見ると、なんかこのグラブ頼んでみてる動画を僕は勝手に見てみたいなと思ってます。ああ、グラブね、めっちゃ簡単だよ。なんか注文もそうだし。そう、なんかスーパーで何買ってきてとかもそうだし、ここの何食べたいから持ってきてとか。なんか注文しやすそうですね。あの、ウーバーとかに比べても。うん、めちゃ安い。値段どれぐらいなんですか？あ、めちゃ安いよ。あー、ウーバー、タクシーだとどんぐらいなんか、タクシーのウーバーだと、
まあ言っても何百円とかじゃん。うん。バイクとかでも、バイクとかだったら100円、200円の、200円とかでも、どこでも行けちゃうんじゃない？バイクだったら。そう、あの、ベトナムの交通、ベトナムの交通事情慣れましたかって質問もありましたね。もうね、だいぶ慣れた。あのね、うん、横断歩道は走らないで渡るっていうのがね、学んだから。歩けば大丈夫だ。歩けば大丈夫。存在感を出して歩けば、引かれない。隔離期間中にあれですもんね、もうそこら辺はリサーチ済みですもんね、高崎さん。そうそう。いや、あの時俺、走れって思ってたからさ、いや、走って一瞬で行けば渡れんじゃんと思ってたけど、あれ、走ったらぶつかるらしいよ。なるほど。まあ、もうあの納得だな。そう、向こうも止まる気ないからさ。はいはいはい。そうだから、向こう絶対ブレーキ踏まないから、避けるのよ、歩いてる人。はいはい、はい。だから当たったらぶつかるから。そう。あの解説は間違いですよ。成長した。そういうことですね。うん、で、あのやっぱその質問結構、食事も多かったじゃないですか、この前も。で、うん、ちょっと違う質問たちもあるんで、あのベトナムの食べ物何気に入りましたかってところと、多分なんかの記事だったかな、うん、松井さん、ベトナム料理はヘルシーで痩せるみたいなことを書いてたと思うんですけど、キロ君はどうですかっていう質問。いや、なんかね、腹たまんないんだよ。栄養価とかなんですか？なんなんだ、なんかね、二部連の時とか昼とか夜とかさ、あのみんなで一緒に食うんだけど、はい。で、お米あって、野菜あって、まあ肉、鶏肉とか、まあ、魚とかもいろいろあるんだけど、なんかどんだけ食ってもね、満腹感になんないんだよ。マジマジ。どんだけ食っても。え、それで体重が変わったりはしないですか？体重減ってんだよね。だからさ、家帰ってさ、なんかグラブでさ、うどんとかさ、なんかいろいろ頼んで食うんだけどさ、そうすると体重増えちゃうんだよ。難しいですね。そう。サッカー選手の体重は重要ですよね。重要。あの練習前測って、練習後も測ってるよ。あの監督が変わってから。大体どのぐらい違います？練習前、練習後で。今日は2キロぐらいかな。お、今日83点ちょっとだったげ、終わったら81点ちょっとだった。2キロぐらいか、今日は。うん。あんまり体重はそう。2キロなんてもう飯食ったらすぐ戻るからね。羨ましいですね。うん。じゃあ、次行きましょうか。はい。ですね。じゃあ、ある程度今、ベトナムの話がいったので、あ、ベトナムでのストレス発散方法ありますかって質問がありました。ストレス発散、なんだろうな。まあ、ストレス発散。3本殴るとか。お、真骨頂ですね。嘘だろ。冗談じゃん。ちょっと。なんだろう、まあまあ、みんなで飯食い行ったりもするし、なんだろうな、まあ別に、なんかストレスためないように、まあやってるけど、そこまでそうだね。あんまりストレス溜まってないかも、まだ。うん、オフとかは何してるんですか？オフは、何もしてない。ほぼ家にいる。なんかいい感じにストレス発散できる方法を見つけられるといいですよね、じゃあそしたら。なんだろうね。でも、何でもあるからね。あ、でも最近なんかみんなでビリヤードやってんな。ビリヤード。なんかカフェとかにさ、よく置いてあってさ、ビリヤード。
へえ、ビデオで流行ってるんですか。流行ってるって文化なの、まあ、いや、なんか結構置いてあるんだよね、カフェに。へえ。うん。なるほど、なるほど。あ、ね、ベトナムのユニフォームって購入できますかみたいな質問もありますね。あ、ベトナムのユニフォームね、なんかね、一応注文したんですけど、ちょっとね、日本に100枚ぐらい送ろうかなっていうふうに思ってて。お、それはじゃあ、あれですか、あの、旧カフェでっていう感じですか。まあ、それはどっかに送って、なんかね、まあ、100枚ぐらいあれば十分でしょ。100枚で足りますかね。まあ今ね、130何人だ今、130人くらい見てますんでね、ちょっと足りないかもしれないな。全員が全員欲しいわけないでしょ。いやいや、そんなことないですよ。まあちょっとじゃあユニフォームは続報を待てということで。そうだね、今俺も待ってるぐらいだから。そういうことですね。そういうのはちょっと送りたいね、日本で。うん。なるほどですね。もう早速、ユニフォーム買います。ユニフォームプレゼント希望です。みたいな。ユニ買います。めっちゃ、もうおいくらですか？もうユニフォーム、ね、すごいですよ。あ、ユニフォームね、ちょっと待って。ユニフォームね。はい。いくらか当ててみんな、いくらだと思う？今日値段聞いたんだよ。ベトナムのあれですか、あの、なんだ、ベトナムの物価感ですか。じゃあ僕いいですか。うん。え、ネームまで入ってですか。全部、背番号とスポンサーとか全部入って8500円。僕は8500円。ちなみに平均収入は6万から7万で月給ね。はい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 。で、スタジアムの試合見るチケットが1枚500円とか250円。あ、じゃあ変えていいですか。いいよ。3500円。あ、ひょんのは。そうですね、いや逆に、でもどうだろう、うん、あの、僕、あの、ベトナムサッカーダイジェストでしたっけ、あの、うん、宇佐美さんでしたっけ、あの人の記事とかを見る限り、うん、あの人も結構購入されてたから、うん、ちょっと待ってくださいね。あ、カンニングしないで。カンニングしない。大体、え、今、多分いくらだったっけ。3500円。だよね。いや、6000円ぐらいはすると思うけど。じゃあ答え合わせしましょう。じゃあ6000円にしましょう、僕は。6000と3500円。はい、正解は。じゃあこれちょっと、あ、え、言っちゃったよ。1000円、1枚1000円。マジっすか。ちょっと待って、それを踏まえて、まあやっぱ日本、送料とかもありますからね。まあなかなか難しいですね、日本でどうお渡しするかっていうのも。渡すのが難しいよね。まあカフェに置いておく分にはさ、来てもね、あのカフェから送ることもできるけど。そうですね。うん、送料で、まあちょっと。そう。送料で。安くない？安いですね。めっちゃ安いですね。普通に、まあ、こういう言い方したら失礼ですけど、なんかこう、ね、なんか、普段何気ない時でも来ちゃってもいいや、みたいな感じの値段ですよね。うん。しかもさ、去年さ、入場、開幕戦の入場がさ、チケット、ホームのチケットさ、124枚しか売れて、はい、売れなくてさ、開幕戦、はい、去年ね。はいはい。で、今年はさ、1万人以上入ってたから。おお。何倍。高崎さん、あの、うん、アーコチャンネルさんが、その、さっきの、うん、
いくらかってやってるときに、10万までなら出しますって言ってるんで、もうすでに1000枚確定しました。ありがとうございます。素晴らしい。いや、そんないらないでしょ。ただ、あれですよね、高崎さん。ユニフォーム、まあ、ベトナム価格ではそうなりますけど、やっぱ日本には送料とか、まあ、いろいろそういうのももろもろ込みますからね。いや、まあ、でも安く送れるだろう。そんな、なんとかすりゃ。それが高崎博之ですね。素晴らしいです。いや、じゃあ100枚じゃ絶対足りないですよ。そしたら。まあ、ちょっと何枚あるか聞いてみるわ。そうですね、うん。すごいですよ。いろんな方が。我らが英雄、剣屋さん100万出すって言ってます。金子？八千代町から。はい、さすがです。金子、無駄遣い好きだからな。ぜひね、皆さん、クラブハウスやるときには、ぜひ、金子さん、とお話ししましょう。高崎さんの茨城弁が聞けますので、それも結構レアだと思います。高崎さんと同級生の方で、小学校、中学校でしたっけ？小中一緒ね。小中一緒で、その方も茨城県の名プレーヤーですよね。元ね、中学校まで。はい。まあ、お友達情報でしたね、今の。てか、ほんとコメントすげえな。こんなにコメント来るもんなんですね。やっぱ休暇で売ってくださいとか、いろいろ、そんな意見たちもありますね。休暇で、あとは、まあ、難しければ、その YouTube でね、なんか、いろいろできたらいいですね。うん。まあ、プレゼントとかね、全然やれよ。はい、1枚1000円なんて、めちゃめちゃ安いからね。はい、ね、ユニフォーム欲しいですっていう人たちがいるんでいいですね。それこそ、さきらちゃんだったり。うん。あ、ライバル？あ、そうですよ。うちのチャンネルのライバル。あれ、うん、なんていう名前だったっけ？ YouTube のチャンネル名。ああ、うちのライバルの。JFL で全国巡るバカというチャンネル。皆さんぜひそちらもチャンネル登録してもらって、こちらもちゃんとチャンネル登録お願いします。もう、うちのライバルチャンネルなんで、競い合って、切磋琢磨していけたらいいと思ってるんで、二つとも本当にチャンネル登録してもらえれば嬉しいですね。あ、じゃあ、サーホ選手の、はい、サーホ選手のゲスト出演楽しみにしてますってコメントもありますね。多分、栃木サポだかな。ああ、サーホね。元気にやってるよ、サーホ。これは18メロンさんかな。ウーサンホ選手の長、長髪を見て、床屋に行けと思いますかっていう。いやーね、こっち暑いじゃん。気候とかさ、べたつくじゃん。だからさ、大変だと思うんだけどさ。うん。なんかなかなか切らないんだよね。ファッションとファッションとかね。うん。まあまあ、似合ってないってずっと言ってんだけどさ。いや、似合ってますよ。うん。でもせっかく伸ばしたから多分伸ばしたい。いや、サンホ君も本当にね、なんかちょくちょく YouTube の方に出てもらってますけど、すごく、うん、面白い人ですよ。そう、サンホ君は結構出たがり系ですか？サーホ、いや、面白いよ、結構。ね、面白いですよね。ちゃんと、爪痕残してってますもんね、動画の中でね。うん。ちょっと次、第3の隠し撮り。第3の隠し撮りとかやってみたいけどな。じゃあ、ウーサンホくんの、まあ、ファンの方に向けて、ちょっとサンホくんの隠し撮りっていうのも、なんか面白そうじゃないですか、高崎さん、どうですか？サンホなんか、寝起きの時飛び込むのいいんじゃない？期待しましょう。じゃあそれはちょっと面白いかもしれない。はい、まあ、そういう遊びも大事ですね。はい、ね、赤いヘルメットかぶってさあ、というわけでじゃあちょっとまたいろんな質問ちょっと変えていきましょう。
それこそですね、今日これやったのは、明日、高崎さんが35歳ですよね。いや、あ、5歳。いよいよ35だね。35ですよね、まだ。うん、早まれだから、はい。そう、35歳を迎えるということで、明日誕生日ですが、人生で一番楽しかった時期はいつですか？結構なんか哲学的な質問が飛んできました。人生で一番楽しい時？はい。あ、ちょっとそれじゃあ考えてるとか結構幅広いんで、あの、ベトナムで誕生日を迎える今心境いかがですかっていう質問を先に行きましょう。まさかさ、ベトナムで誕生日迎えるとは思わなかったよね。ですよね。ほら、去年もさ、この時期あの、コロナでさ、はい。あの、岐阜で、一人で定食会でご飯食べてたもん。うん。で、今年も、はい。あ、今年はあれだ。あ、明日か、誕生日。今日だと。明日です。明日です。はい。明日も、午後連だから。何も予定ない。練習だね。こうやってみんなで食事したりとかってね。うん、終わるのも7時だし、試合2日前だから、全然。もう家でゆっくりだ。なるほど。まあでもなんか、サッカーやってんのがいいんじゃん、やっぱり。まあそうですよね。うん。それが一番だよ。うんうんうん。なるほど。ちょっと下ら辺のコメントはちょっと荒れてきたので、あまり触れないように。荒れてきた。誰荒らしてんの？まあ荒れてきたんですか。じゃあちょっとそれ読んでみて、ちなみに。いや、ちなみに名前誰？KK さんです。KK さんとかがすごい楽しんでます。誰？ KK はもういいよ、流して。あいつはあとでクラブハウスで説教するからいいよ。じゃあ皆さんで。大移動ですね、みんな。ええ、はい。で、まあ、あの、ちょうどですね、まあ、サッカーもね、ハーフが45分ということで、ちょうど今、スタートして、45分ぐらいになろうとしてるかなと、そろそろアディショナルタイムということで、まあ、初めての、オンラインじゃねえよ、YouTube ライブってなったら、この105、今150人ですよ、高崎さん。すごい。すごいですね。ありがたいね。いや、本当ありがとうございます。引き続き、動画もちょっと楽しく撮りながら、まあ、ちょっと誕生日早いんですけど、YouTube、はい。YouTube でもっといろいろやりたいんだけどね、なんかさ、俺一人だと大変じゃん、前言ってたけどさ。はい。そうですね。カメラマン。田村とか暇なんだからさ、ベトナム来ればいいのに。仕事してないんだけど。いや、仕事してますよ。高崎博之の、あの、ヒロチャンネルっていう仕事がありますから、僕には。お前ふざけんな、お前寝てたじゃねえか、昨日。あんまり150人の前で言わないでください、それは。そう、結構ね、いろんな、なんだ、リクエストがあったりね、そういうのも あるので、引き続き、コメントだったりね、リクエストしていただければ、まあ、ちょっと高崎さん撮影が大変なんですけども、一生懸命ま撮ってくださったりもするかなと思いますので、引き続きお願いしたいなというところですね。うん、さあ、ちょうど今、アディショナルタイムに突入しそうなんですけども、高崎さん、アディショナルタイムは何分ですか？それによって最後に答えたいと思います。レフリーに任せる。じゃあ、最後ですね。まだちょっと、こちらも、まだ、11時前ですね。11時前ですし、ベトナムだと、9時前か。まだ8時45分。なんかあれですね。誕生日2回お祝いできるような感覚ですね。2時間で。いいよ。そうだ。まあ、ってなところで、どこだっけな、さっき。でもさ、前、はい、俺のさ、前もさ、話したけどさ、
俺、虎年なの早生まれで。はい。いや、ここ3人全員虎年です。俺のさ、じゃあお前の虎年、じゃあ俺の虎年っていい虎年なのよ。いや、ゴーの虎年同じです。え？みんな同じです。あ、そっかそっか。そっかそっかそっか。はい。そう。そのなんかさ、何年に一度だっけ？ 3 年か？あ、そんなんなんですね。3回りだよね。田村。多分。それでさ、いい虎年じゃん、俺らの虎年。はい。そう、だから息子に虎ってつけたんだよ。あ、そうなんですか？そう。これは僕も名前虎入ってますからね。虎年だから。本当に？僕も虎入ってますよ。はい、でも最初それさ、嫁さんに言ったらガチ切れされたんだよ。マジっすか？うん。だってその時いやでも、うん、孤児生まれた時犬同士だったんか。ああ。なるほど。うん、だけどご了した、なんとか。大事。じゃあ、息子さんもあれですね、きっと、あの、お父さんのいい虎をもらってるから、きっと。素晴らしい人になっていきますよ。そうだね。虎見たくなった。素晴らしいです。うん。でもあっという間に本当に45分でしたね。そうだね。まあ今何人ぐらい見てるの？今150ですね。100、まあ今145、100、うん、くらいですかね。今日あれのためにさ、ひげ剃ったんだよ。ライブのためにですか？そう。わあ、素晴らしい。やっぱ若返ったとこ見せないとさ。そうですね。あれ、高崎さんなんか老けちゃったなって言われたらちょっとショックですもんね。ふざけてんなお前。いや違いますよ。今のはすごく優しいフォローですよ。はい。あ、でも目がフォローしてんだ。したらですね、実はちょっと2つだけですね、結構、どうしても聞きたいのかな。質問が2つあって、それちょっと聞きますね。はい、岐阜いらして、岐阜タンメン食べましたかっていう。僕、すっごい興味ある。岐阜タンメン。岐阜タンメン美味しいよ。めちゃめちゃ興味あるんですよ。岐阜タンメン何回か食べて、でもね、岐阜タンメン美味しかったけど、岐阜はね、あの辛いラーメンも美味しかった。大吉ラーメンか。多分岐阜の人は絶対わかると思う。うーん、じゃあ美味しかった。岐阜に行ったら大吉ラーメンをっていう感じですね。高崎さんおすすめは。うん、岐阜タンメンも美味しいよ。はいはい。岐阜タンメン食べてみたいな。うんうん。で、あともう一つすいません。もう一つが、これは何なのかちょっとあれですけど、足、なんか高崎さんの足が見たいらしいですよ。足？足？はい。え、ちょっと待ってください。え、爪？いや、足見せてくださいって、ずっと拾いたくて拾えなかったんですけど。ちょっと立ってもらって、足だけ写してもらっていいですか？多分、ふくらはぎですね。そう、ヒロさんの足の筋肉好きなので足見せてください。お、ちょっとサービスショットですね。足？じゃあふくらはぎにしましょう。ふくらはぎ。おおでもない。ああすごい。あ、でもやっぱりサッカー選手の足ですね。なんで足見せてってこうお金もらえんの俺。いや本当、お金すごいですね、本当に。じゃあですね、あ、ライライさん、お誕生日おめでとうございます。私も同じ誕生日なので嬉しいです。え、明日ですか？ライライさん。そうですね。高崎さん、おめでとうって言ってあげてくださいよ、じゃあ、ライライさんに。あ、おめでとうございます。
ライライさん、ライライ亭のライライさんっていいですか？あの、アルファベットのライライさんですね。あ、じゃあ違ったか。で、あとは、ミエッキーさん。お誕生日迎える24時頃、ぜひクラブハウスやってくださいというコメントがありました。ああ、どうしようかな。何なんですか、それ。ちょっとあれだな、でも金子にこの後説教しないといけないか。そうですね、あの、もうなんか、いつでもコラボしますみたいなこと、まあ、コメントありましたよ。あ、でも、あの、高崎さん、あれですよ、あの、高崎さんの地元である八千代町には、ちょっといずれ一回は行かないといけないですね。そうそう、八千代町遊び来てよ。別に何があるってわけじゃないけどさ。あれですかね、あの、じゃあ、八千代町役場に行って、すいませんと、うん、あの、観光大使からの、うん、あの、任命を受けまして、私たち来たんで、八千代町取らせてくださいって言えばどうにかなりますか？なるっしょ、それは。お。じゃあ、なるの、それ。そのうち、ちょっと行ってみます。町長さんにちょっと会ってきますね、じゃあ。町長さんに、ね、あの、チャンネル登録してもらいますから。確かに。あ、面白いね。それはそれで面白いね。チャンネル登録をしてもらう、町長に。八千代町を全体を挙げて、あの高崎ひろゆきのひろチャンネル YouTube を応援してもらいましょう。そうだね。はい。あ、中見圭也くん見てくれてますよっていうコメント。圭也？はい。で、あの、僕も誕生日明日、僕も誕生日明日なんで名前呼んでくださいよっつっておっしゃってたんで、あの、ググったら全然9月でした。気がしてた。明日さ、俺さ、はい、去年さ、ツイッターでさ、誕生日、俺だけ、走られてたの。え、どこなんですか？ J リーグの。はい。明日来るかな？来ますね。去年はさ、なんか、はい、俺、香川真司君とさ、一緒でさ。はいはいはい。うんうん。香川真司君、なんか誕生日おめでとうございますってバーって出ててさ。僕も、ね。で、俺夜になっても、俺夜になっても来なかったら自分でも J リーグに送ったもん。僕も誕生日です。いや、なんか素晴らしいです。なんか、らしいといえばらしいです。で、俺だけなんでそんな走られてたんだろう。いや、気にすることはないですよ。いやいや、でも僕思うんですけど、今もう J3 までなって、だって、うん、50チームぐらいありますもんね。でもそんないないだろ、同じ誕生日の人がいるんかな。え、だって50チームあって、で、1チーム 2,30 人いるわけじゃないですか、うん、ってなったら1500人とかですよ、 JD があって。いや、でも意外に微妙に違うんじゃない？でも J リーガーだけじゃないよ。他の人もだよ。海外の選手とかも。うんうんうん。そこそこ。なのに、うん、高崎さんだけ。そうですね。だから俺明日待ってっから、俺 J リーグから、ツイッター。来なかったらこっちから連絡入れときますわ。いや、またやだよ、俺2年連続言う。じゃあ僕らから入れときますね、YouTube から。いや、それもダメ、それもダメ。あ、中見さん、去年ヒロさんにポール・スミスのブレスレットプレゼントしてあげたのに、絶対ベトナム持ってってないなっていう。持ってってる、持って、あ、今置いてない。持ってってるから、ちょっと見てて、いつもつけてくから。いつもあの時計に当たってカチ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 言ってるわ。持ってきたよ、ケイちゃん、それは。じゃあ YouTube でどっかで出しましょう。うん。あ、それはちゃんと出しましょう。じゃあ証拠動画、うん。タオルとブレスレット。殺すぞ、ね、タオル。あ、殺せ。ちょっとピー入れてください。ピー入れてください。これで。タオルは言うなってんの。これでアーカイブは編集することになりました。あ、多分音が消せるかな。音が消せる。大丈夫でしょ。はい、大丈夫です。青は自主規制って入れといて。うん、
バンって入れて、バン。バンで。じゃあ、どうしても反応してる。最後、じゃあ、金子さんの質問でちょっと締めますか。おめえ、いいよ、ケンヤ。俺があげた時計はっていうコメントです。ん？俺があげた時計はらしいです。もらってねえよ、素晴らしい。なんか、最後締めくくるにはすごくいい振り落ちがありましたね、今。いや、最高の。はい。いや、最高のオチが作ることができました。ありがとうございます。てなわけで、まあ、すごいお祝いというところもそうですし、まあ、今、同時視聴率が最高で157人。かな？すごいですね。明日ね、ちょっと、明日カフェでなんかね、なんだっけ。ドリンクホルダーのなんか作ってくれたらしくてさ。ああ、なんか、ツイッター。見ました、見ました。そう、なんか BTS のなんか誕生日会もやっててさ。はいはい。その時すごい人だったの、若い人が。BTS に負けないように頑張ろうねって店長に言ったら、相手グラミー賞だよって言われた。確かに。だから、そんなことないよな。お前、電波悪いの？どっち？あ、ごめんなさい。ちょっと、なんか、わかんなかったです。今、なんか、多分、聞こえなかったかもしれないです。すいませんでした。ランチプレートも俺が試合前に食ったやつだからさ、なんかまあ、はい、皆さん行けたらぜひ。お、なるほど、なるほど。あ、高崎さんが実際に試合前に食べてたメニューが、明日、旧カフェで提供されると。ランチプレート、そうそう。生姜焼きと、はいはい。きんぴらと、はいはい。あとわかんない。あとね、まあ、うちはなんか酢の物とか、なんかサラダとかいろいろついてたけど、それはわかんないけど、とりあえずメインはね、生姜焼きとって書いてあった。佐藤ちゃんが多分、店長さんに来てくれる、うんうんうん。明日、そう。明日行きますっていうコメントもたくさんあるんで、ぜひ食べてください。やっぱ勝てっかもな、BTS に。そうですよ。んごった返すかもしれないんでね、ちょっと感染対策は皆さん十分にされて、そうだね、ソーシャルディスタンス保ちながら行ってください、ま、ごった返す、それごった返すは言うかあれごった返す言います、あれよかったよかった、うん、じゃあとりあえずなんかほら誕生日前なんかこうやってみんなと話してよかったね。みんなと話してっていうかまあ、ねえ、ベトナムで。うん、こうやって。いや、もうこんだけいろんなコメントいただいて、ね、ちょっと拾いきれずに大変申し訳なかったなって感じなんですけども。じゃあ最後に、うん、まあそれでも皆さん誕生日お祝いをあとしてくださいながらいろんな、まあ、交流もできた楽しい時間になったかなっていうところで、いよいよ今週またリーグ戦も再開するってとこで、多分まあ体もしっかり疲れもちょっとねあるのかなっていうところもあるんですけども、まあちょっと最後に皆さんに一言ちょっといただければなと思います。そうですね。まあなかなかベトナムでまあコロナもあってまあベトナムに来たり日本に帰ったりできないですけど、まあなんとかこっちは頑張ってますし。日本の、まあ、J リーグも楽しんでダゾーンで見てます、まあ、もっと試合とかね配信できたらいいんですけど、まあ、もっと練習動画とか上げていけたらいいと思います、まあ、なんとか暑い中体にムチって頑張ってます。なので、皆さんこれからも、明日で35歳になりますけどまだまだ元気なんで頑張っていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。というようなところで今日の YouTube ライブはお開きにして、結構面白いもんですねこれ。ん？結構面白いもんなんで、ぜひまたね機会見つけてできたらいいなというふうに思います。いや、YouTube ライブの方が結構質問が上がってくるんで、これは、またやりたいですね。
ここのシワとかってさ、やばいよね、もうなんかと。目尻のシワ。やっぱ気になる、気になります？うん。じゃあ、そんなところで、もしかしたらこの後、後半戦、クラブハウスがキックオフする可能性もありますので、もしもクラブハウスやってる方は、ぜひ聞いていただければと思います。やるかやらないかは、高崎さん次第でございます。というようなところで、今日はここら辺で終わっておきましょうか。はい。皆さんまた、機会があったらやりましょう。田村が企画して、企画倒れにならないように。頑張ります。皆さん、高崎宏行応援よろしくお願いいたします。そして YouTube チャンネル、ありがとうございました、また。ありがとうございます、はい。まあ YouTube チャンネル登録してくださってる方たくさんいらっしゃると思うんで、ぜひ引き続きチャンネル登録と、あのぜひ宣伝の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、今日のあれ載せたん、あの新しいやつ。あ、それね、今日ね、あげようと思ったんですけど、これちょっと実はいろんなあれでちょっとズームでやるんで、結構ラグっちゃうから、うん、皆さん、新しいオープニング動画が次の動画でぜひ楽しみにしておいてください。はい。OK。というところで、今日ここで、YouTube ライブはお開きにしたいと思います。皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。